とうございます。いやー、ご面倒おかけします。先輩へのサービスです。喜んで入っちゃってください。私が行ってきましょうか。少し待った方が良いかと。今トモ先生が中にいるんですけど、かなりヤバい状況なので。先輩は先生の電話番号を知ってますか？それでは一度電話してもらって、中の様子を実況中継してもらった方がいいです。もしもし、レンちゃんですか？今忙しいですから後にするのです。切り上がりましたか。あの先生、その声はアルルちゃんですか？おはようございます。ちょーっといいところに来たのですよ。まさに天の救いなのです。これもタマの日頃の行いがいいおかげですね。先生、僕も僕も。というか、天の救いたる先輩とアルルを呼んできたのが僕なのです。おお、よくやったのです。ご褒美に。これはどういうことでしょうか、龍泉寺さん。こ
スなのです。は？いえ、なんでもないのです。まったく、学生の指標たる教師が何たるざまだ。若干申し訳ないのです。はあ、まあいい。それよりもデスハムをどうするか。ああれ、助かった。それにアルルも。いいえ、可愛い動物たちですから。アルルはできた子だな。それにしても夏祭りの件もあるのに頭の痛い。うちの学園が毎年夏祭りに協賛として出ていることは知ってるな。それで催し物に参加する予定だった学生がいたのだが、急に転校してしまったんだ。ああ、何でも実家の都合とかで。おかげで店が一軒パーだ、パそれはエロいやつか？健全か。それでもお前は男か？ちゃんとついてんのか？何かいい案でも思いついたんですか？私は大丈夫ですけど、リンちゃんのシフト次第ですね。はい、わかりました。悪巧みを思いついた顔をしてるな。任せる。後で概要をまとめて連絡しろ。